ちにおるな。やべ、すっぽ抜けた。すんませーん。あーもうこうなると三チン弱い。うぅ、火力溶けおいでー教師聞き寄っとる俺のたまに。よしバム回うまっ。危なすぎ。バムカイうまいね。はいどうも、バーザムカイです。今回は新機体でも修正機体でもないバーザムカイに乗ってきました。なんで今更バーザムカイなんて思うかもしれないんですけども、これには深い理由があって、久しぶりに乗ったら楽しかったからです。はい、ということで、バーザムカイですね。この機体、新機体の日に確か、あんまり強くないよな、みたいなことを言いながらね、動画を出した記憶があるんですけども、久しぶりに乗ったら、あれなんか、ワンチャンあるんじゃねえかと感じたので、急いでね、動画を作ってみました。さっきのね、クリップでも、まあ見てたと思うんですけども、ダメージが結構出るんですよね。12万、11万、12万みたいな感じで、結構ダメージがね、高いのが連続して出てたと思うんですけど、1回目以降、レートだったはずなんで、まあレートでもなんか、意外とね、やれる感じのキャラなのかなと思います。思いました。はい。で、何が強いって、のんちゃが結構強いなと思いましたね。なんか再評価した理由として。のんちゃが、まあ、アレックスより火力高くて、かつ、まあ、ゼロ式ほどではないんですけど、100低いのかな ?0 式より火力100低いんですけど、まあ、500コストだし、かつね、ゼロ式にはない、こう、スクエア系のグレネード、かつ CT5 秒っていう強みがあるんで、そこは結構強いかなと思いました。あと、まあ、回避2だし、バルカンポットシステムあるんでね、まあ、ゼロ式よりも主兵装自体は、まあ、弱いんですけど、それ以外でね、補っていける性能なのかなと、いう風に感じましたね。で、主兵装がアレックスをビームライフルよりも火力高くて、このね、グレネードがアレックスと同じ、アレックスバズカか、と同じ CT5 秒のね、余力兵装で、かつ、緊急回避2があって、ガトリングはないんですけども、バルカンポットシステムがあるってことで、なんか、アレックス、なんかジェネリックアレックス的な感じなのかなと思いましたね。はい、ここ、マニューバーマンが突っ込んできてたんですけども、これね、フルチャのオンチャで余力取れるんで、覚えておくといいかもしれないですね。フルチャが65で、のんちゃが35なんで、フルチャのんちゃで夜景が取れる計算となっております。35なんでのんちゃがね、3発当てれば、まあ、普通の機体でも夜景が取れます。ここを覚えておくとね、結構タイマンで有利だったりするんで、ぜひね覚えておきましょう。ゼロ式と同じですね。はい、ってことでここはちょっと1回敵が上にいるんで、まあ不利ですね。はい、なんとか弾を当てるんですが、うんって感じですね。ちなみにフルチャはね、のんちゃの大体2倍ぐらいのダメージになっております。正確に言うと 1.9 何倍とかなんですけども、まあ、大体2倍ってことで、覚えとけばいいかなと思います。で、ポジション的に不利だったんで、1回右車線を取りたくて、被弾はしましたけども、右に曲がってますね。はい。で、ちょっとね、ま、今強い部分しか話してなかったんで、弱い部分をちょっとまた語っていこうかなと思うんですけども、弱いなと思った部分としては、やっぱり、足回りが微妙ですね。マーク2よりも足遅いし、遅いんですよね。なんかスラスタースピードも、歩行速度も遅いってことで、回避にがあるけど足回りで勝負していけるっていうアレックスとなんかちょっと違って、そこは微妙かなと思いましたね。一応足速くなる積んでるんですけども、それでもなんかもっさりしてるなという印象はね拭えなかったですね。っていうところと、グレのやっぱ弾速が遅いですね。まあこれ付属グレネードなんでそれは仕方ないんですけども、やっぱアレックスバズーカってバズーカだから弾速そこそこ速いんですよ。なんですけども、これグレネードなんでやっぱちょっとね狙いにくいところがあるかなと思います。あともう一つ弱いところとして、柔らかいですね意外と。
体格が低いんで、500コストね、ガルズ J とか、まあ普通に強襲機も強いし、結構殴られることもね、割と多いんで、そういう時にね、体格低いと、あ、これ死ぬんかっていう感じで、殺されちゃったりするんで、まあそこがちょっと厳しいかなと思いますね。あともう一つは、カウンターか。カウンターがちょっと弱いかな。うん。カウンターがこの機体結構取りやすかったりするんですけど、こんな感じでね、取りやすかったりするんですけども、このね、お布団カウンターなんですよね。お布団カウンターっていうのは、なんか母がこう寝かすときに、温めて寝なさいって言って、こう、お布団かけてあげるようなカウンターだから、お布団カウンターってね、私が勝手に言ってるんですけども、このお布団カウンターね、火力がね、1100ちょっととか、DC でカウンター取ると、まあ、780とか、それぐらいの火力になったりするんで、めちゃめちゃ火力安いんですよ。かつ、まあ、追撃時間も短いんで、カウンターが弱いのはちょっと微妙かなと思いましたね。緊急回避になってカウンター取りやすいんで、ここはどうにかしてほしい。はい、今みたいなね、場面はちょっとグレネード投げるのは、まあ、微妙いかなと思いますね。やっぱ、ああいう時はちょっと、どうせ弾当たらないんで、B ライトとかで投げた方が良かったかなと思っております。はい。で、右でバトルするのもちょっと微妙だったんで、一回ここは、左で援護したいっていう形ですね。はい。で、右車線で、ジェダに1発、2発、3発当てて、ここグレネード切り替えて、夜明け継続からのノンチェ1発挟んで、N 角。これ B ライ打たれるかなと思ったんですけど、タックル剥がれましたね。まあちょっと距離があったんで、カウンターは取られず、N 下決めて、バルカン、B ライ、下角、まあ王道のコンボですね。一応 N 下入るんですけども、まあ安定性をね、考慮して、下角にしてます。はい、さっきの場面は一応ねグレ挟んでもよかったんですけど、敵がねカット来るか怖かったんで、はい一応ね、グレせずに普通に格闘コンボしましたね。はい、で点数的には3000点ぐらい負けてますので、ちょっと厳しいかなというところ。はい、右左遷して、まあここ多分高台取れるんで、うん、上から打っていきたいという感じですね。はい、おなんかすごいオブジェクトにされましたね。あそこに当たるんだって感じしましたけども。はい、でここオバヒしそうだったんで、周辺層を温めるために一回バルカン打って、はい、で味方がよけ取ってくれたんで、周辺層をちょこちょこ打っていくが、一発外して、はい、落としてくれましたね。やっぱバルカンね、よろけ値 2% なんで、まあそんなによろけ蓄積は高くないんですけども、割と強い。はい、で、後ろは勝てるのがね、確定したんで、もう次の敵に行ってます。フルチャー当たらず、しかしグレネードで当てて、で、一回 B ライ挟むことでね、サーブル遅れるんで、それで敵に回避吐かせて、それをあとしっかりグレネードで取っていくっていう感じですね。これは結構読み合いがうまくいったかなと思います。はい。で、ここはね、オバヒしちゃったんで、一回、右車線を取ろうかなと思ったら、敵がま、下がってくれたんで、ここは追っかけて、はい、足折れてんのかなと思って、詰めたんですけども、折れてなかったですね。はい。しかし、ここしっかり当てて、はい。で、敵が上に行きましたね。で、ここは緊急回避2を生かして、タイマンを有利に働かせていきたいというところ。で、廃墟のここの、坂なんですけど、上の敵がね、結構撃ちにくいんですよね。なんか、下の敵を撃ちにくいんで、割とね、ここ攻めるときは下有利だったりするんかなと思います。はい。っていうのもあって、ジェダがN 角がこう好きなんで下にね当てりづらいっていうところもあるんで、今のはまあせめて正解だったかなと思っております。はい、で50点じゃないか、25点負けてますね。で、味方がまあ中継取ろう中継取ろうっつってるんで、まあ中継から湧いた敵2人殺すでもいいですし、中継取るでもいいですし、まあどうにかしたいというところ。はい、でここで左になんか敵のね、なんかアラートみたいになってますけども、はい、まあ、なんか中継取ろうとしますが、歩兵が落とされて残り38秒ちょっと怪しいですね。はい、まあ、体力も減ってるんでね、なんかぶつかったら結構怖いところではありますけども、はい。なんとか中継踏んでくれている。そして敵が1枚降りてきましたが、これは強襲機ですね。はい。で、逃げられていくと。で、もう1枚湧いた敵がジム 3P ですね。はい。これはしっかりグレネ取って、N。じゃ寝かして、しっかり落としきれるといいですね。はい。中継ね、やっぱあれ取られたら敵も負けなんで、湧かなきゃいけなかったって感じですかね。はい。で、強襲機がどうにか攻めてきますが、なんかの強力当たってますね。はい。で、そこをしっかり B ライした、じゃない、グレネードしか。で、取って火力出してって感じですね。やっぱり、ノンチャがね、結構強いんですよね。はい。なんでこう、ノンチャとグレネードと回避の噛み合いが、このキャラの持ち味なのかなと思いました。はい。そこら辺でこう、なんか読み合いとかタイマンが上手い人は、割とね、使っていけるんじゃないかと思います。ってことで、バーザム回でした。はい、なんかね、多分この後強化されると思うんですけど、今週ワンチャンあるかな？ワンチャン強化されると思うんでね、その後またね、強くなったら乗りたいなと思っております。ってことで、バーザム回でした。ありがとうございます。